どうも、ガチロックンです。ここでは LINE と、職リーダーの結び方について一つ紹介しようと思います。まあ、LINE と LINE 結ぶとき、結構、まあ、P LINE と職リーダーっていうケース多いんで、P LINE と職リーダーに見立った、LINE 用意しました。で、いつものようにちょっとね、太めの LINE、ちょっと見えやすいように太めの LINE 用意したんで、まあ、P3 号と、これ、ナイロン6号になってます。これ使って結んでいきたいと思います。では、早速結んでみましょう。まず、これ、太い方のラインですね。太い方のライン、ショックリーダーに見立てた方のラインなんですけど、これ、輪作ってやります。輪作って、この交点ね、交点あたり押さえてください。で、これ、この P の方なんですけど、上から下でも下から上でも、どっちでも結構なんで、まあ、ここではまあ一応上から下っていう形で通します。輪の中へ通してください。で、通したら、またここのね、交点。ここ。ここを押さえてやります。で、これ押さえた状態で、このね、通した方の細い方のライン、これを使って、この輪とこの、通したラインと、これ全部まとめてね、こういうふうに巻いていってやります。こういうふうに、こう、2、3。ただ巻いてるだけですね。6。7回。まあ、大体7回か10回ぐらい巻いてやれば結構かと思います。まあ、こんな感じで。でこれ、ただ、巻いただけですね。こういう形で。で、この巻き終わりに、のとこなんですけれども、この巻き終わりの時に、この端と、これを輪の中に通してやります。はじめに組んだ輪の中にね、こう通してやってください。で、この状態で今度、こっちのね、端糸、太い方のラインの端と、これ軽くね、引いてやります。引いてやると、こう輪がね、くーっと締まっていくんで、輪はある程度のとこまでね、締め込んでやってください。すると、まあ、大体、この辺ぐらいまでかな。こんな感じにね、なります。で、あと、ここまで来たら、もう、本線引けば、もう最後グッとね、締まっていくんで、こう本線同士をね、端と離して本線同士をこうグッと引きます。ただ、この時に、ここ、まあ、ラインとライン結ぶとき必ず、どんな結びでも一緒なんですけど、これね、結び目。これ湿らせてやってください。で、まあ、口で含んでもらえば結構かと思います。こういう形でね、湿らせてください。で、最後、これ端糸同士ね、ぐーっとね、締め込みます。と、最後ね、こうグッと入るんですけどね。グッと入ると、巻きが多いとね、これどうしてもね、若干ちょっと歪んだりします。まあこれ、まあ、この程度は、ね、全然ね、団子も大きくなってない。誤差の程度だと思います。巻きが少ないとね、これね、スッとストレートに行くんですけど、巻き増やせば増やすほどね、ちょっとね、若干こうキュッとね、締め込んだ時にこう、グッとちょっと歪んだりするんですけど、まあこれ綺麗に結べてる方ですね。で、まあ、これ簡単な結びとは言ってもね、そんなにね、勝手にこう、抜けたりとかね、簡単に抜けたりしないんで、まあ、普通にね、際で切ってもらえば結構かと思います。シートのカットね。
で、これで、完成ですね。こんな感じ。で、これ、今日、かなりね、太い、ライン同士使ってるんでね、まあ、玉もそこそこの大きさありますけど、まあ、もう少しね、細めのライン使ってもらったら、まあ、もっともっと玉の方ね、小さく、結び目の方小さくなるんで、まあ、ガイドとかにね、かかったりするようなこともないんで、比較的、その点使いやすいノットかなと思います。ただ、どうしてもね、片側しか巻いてないんで、まあ、結束強度の方はね、もうほどほどといったような感じになります。まあ、そうは言っても、実用的なね、レベルで使ってもらう分には全然問題ないんで、まあ、特にこう、現場とかでね、結び直しが必要な時などね、非常にまあ、お手軽に、簡単に、誰でもね、結べるノットなんで、有用なノットになってます。まあ、ぜひともね、お試し、いただければと思います。はい。では、今日はオールブライトノットの、結び方の紹介、これで終わりたいと思います。